はいはい、どうもこんにちは、こんばんは。アプデで破滅使い物にならなくなって悲しい霊夢です。 DDD にって言われてるぐらい環境が変わるのが怖いマリサだぜ。今回はアプデ前の試合を消化しようの回です。とりあえず一人目のキラーはブライト。友達にこのキラーのことを説明するときはピンボールやオッタンって説明してるわね。なおこのキラーは一応練習したキラーであるけど、うまく使えるかは神のみが知るってやつね。初手の作敵はうまくできたな。とりあえず一発入れたいとこだけど、ここにいたがなくてよかったわっと、てちょこまか動かれて当てられなかったわ。そのせいで面倒な小屋に行かれたけど、いた倒さなかったから負傷できたわ。こっからの追撃の突進が強いんだよな。そこの岩にって滑るわ滑るわ。あの岩当たり判定ないんだな。大きい岩なんだから当たり判定ぐらいしっかりしてほしいわ。ここの突進の仕方わかんないから、いた倒させたいから突っ込むわよ。いた倒しからしてあの子あんまり後ろ見てない子ね。いた割ってたら別の板に行かれてたな。きちんと鉄波警戒をしてっと。この子持ってないみたいね。5台で1人ダウンできたな。突進で4回ダウンさせるデイリーもあるから、それをついでに終わらせたいわね。かわいいかわいいペンギンがいたな。ほんと、ペンギンはかわいいスキンが多いわね。この感じなら当てられるわね。ナイス。今回は突進のトークが1個減る代わりに、トークンの回復が早くなるアドオンを持ってきてるから、速攻ダウンできるかもしれないからって、中央の板倒してくれるのね。この先小屋だから時間かかりそうだな。時間、そんなの突進で一瞬よ。はい、スミット。窓飛んだら終わり、板に行っても板消費。これがスムーズにできてよかったわ。これは練習したのか？いいえ、動画で見て実践で使ってみたわ。今日5時の小屋をこんな簡単に潰せるなんて、ってカットの間に何があったんだよ。近畿のトンネルしてしまったわ。一応離れたんだけど巡回したら、救助された人とが2人と会ってつい、その代わりに破滅と発電機2台が犠牲になったからまだまだ試合はわからないわよ。だけどまだペンティメントがあるよな。あるわね。ペンティメントの遅延がどれぐらいかわかってるよな。遅延率は確か 30% だったわね。きつすぎだよ。と言ってる間にまた1台。この人うまいから時間かけられそうだな。ま、その通りだから少し倍速するわ。時間かけられすぎて残り1台になってしまったわ。ペンティメントがあってもきついわネット。また見つけるまでカット。こっからが突進の見せどころね。このサバの人は鉄波だからな。了解よっと。ナイスダウン。鉄波もきちんと対応できてるから速攻でチェイス終わったな。そうね、これがブライトの強いところなんだよね。なんだっけ？ハブテックっていう技もあるんだろ。難しいけど一応 PS4 でもできる技ネット。そこにいるのはオーラかしで見えてるのよ。なんやかんやあって残り1台で2人になったわ。ドワイトよ、ナムさん。こんだけの広さなら余裕で当てられるわよ。ナイス突進。これで一応デイリーは終わったと思うけど、とりあえずこの後突っちゃってハッチ勝負しましょう。この後ハッチを速攻見つけて、ギリギリで突って終わりましたとさ。ちなみにこの試合、前カスタムに参加せてもらった YouTube の人と当たった試合でした。それを早く言えや。はいはい、次のキラーをやっていきましょう。いやいや待て、ちょっと待てよ。何？新手のイヤイヤ期？そんなのじゃねえよ。なんだよこれ？6周年のヤバいフランたちよ。そういうことじゃない。なんだよこの鳥。そしてダサいフォント。とりあえず待て待て待てちゃ。それサイハヨの人のネタだろって。それはアバチャだよ。とりあえず試合に戻って、今回使うキラーはリンちゃん。弱体化されてもまだまだ強いキラーだよな。アイビルがなければ負傷したら速攻ダウン取れるわ。さてとりあえずケイトちゃんを見つけたわ。ここは最速飛び難しいし、一発入ってしまうんだよな。ってタイミング悪すぎだわ。とりあえずトーテム壊し班のところに行きましょう。あそこで割ったってことは、あそこの発電機回してそうだな。ギリギリ間に合わなかったわ。もっと反射神経が良ければよかったのにな。それでもここはもう罪でしかないけどね。そこの板を倒したら終わりよ。ナイスダウン。さすがにそこの発電機周りにいないよね。もうトンズラしたんじゃないか。さすがにいないわね。よっこらショット。ここに地下があってよかったわ。1釣り目が地下って結構サバイバーはきつくないか？確かにそうだけどキャンプしてても発電機どんどんつけられるだけだし、巡回しに行くってわけだな。わかっているじゃない。霊障の時間終わったしこっからは2回殴ってダウンさせないと。今回はデボアがあるから割られないことを祈るしかないな。右の発電機を回している人いるわね。この周りにいたないから一発は余裕わね。でこのタイミングでまた霊障発動。ぶっぱ、私がサバだったら発狂しているわねっと。このままちょっと追撃にチャレンジしてみますか。結局誰も見つかんなかったわ。とりあえず釣って固有に来たけど、足跡ないしまだ中にいそうだな。
ここの部屋は1個しか入り口ないから、トラッカーだとここは隅なんだよね。入り口に罠置かれても出っ歯で出れるだろ。アプデモだともうできないわよ。さらば出っ歯よ、そして新出っ歯こんにちは。それよりさっきの攻撃当たらないのね。板に攻撃が吸われたんだな。まあいいわ、負傷してなくてもフェイスボークを当ててやるわ。さて声なしのフェイスボーク、当てるのは結構難しいけど、こっちはソニー製のヘッドホンを使ってるから足音や草の歩きをとてもわかるのよ。さっきフェイスボーク使ったばかりだからまだフェイスボーク使えないわね。今更だけど今回のアドオンはフェイスボークの速度が速くなるやつと少しフェイスボークの持続時間が長くなるやつだぜ。ここの4壁でチェイスじゃなくて奥の方に行ったっぽいわね。とりあえずゲージが溜まったしフェイスボーク使いますか。さてここでフェイスボークを使うがうまく決まるだろうかと言ってる間に唯一の楽しみのデボアが死にました。トーテム見つかるの早すぎでしょ。もっと隠密しなさいよ。本当に見つけてくださいって言ってるぐらい見つかりやすいトーテムあるもんな。この人はエイルで追いにくいわ。だけどまだ破滅があるし負傷者多いから焦る時間ではないわ。こういう時 4.4 族は能力使わないときついよな。この距離 4.6 族だったら痛い踏まえに倒せたのに。足音的に別ポジに行ったっぽい。で破滅死んでるんだけど、いつ死んだの？さっき破滅の話してる時に死んでたな。本当に根性のないトーテムだこと。こっからノーパークの少し釣りペースの速い試合になるな。なるべく釣りペースのスパンを速くするしかないわね。ここはさっきみたいに 4.4 族だときつい二窓だな。二窓のフェイントなんて一切知らないから素直に追うしかないわね。こんなことならフェイントのまとめ動画でも見とくべきだった。見ても本番で使えるわけは？黙ります。なんかこっちに来てくれたわね。負傷したらこっちのもんだな。ダウンまでちょっと静かにするわ。ダウン約6秒か、まあまあね。どこがまあまあなんだよ。負傷まで時間がかかりすぎてるんだよね。昔だと奇襲できたらしいけど今だとフェイスボークの来る方向が音がわかるから最初の一撃が入れにくいよな。だけどこの一撃入れてからのこのダウン速度実質ワンパンキラーと変わらないわね。だったらワンパンキラー使ったらいいんじゃないか。カニバルやマイケルは発電機巡回が難しいじゃない。オニアヒルビリーとか機動力あるだろ。あれはワンパンのしやすさが段違いだから結論リンちゃんは強い。ちなみに編集遅すぎで言わなかったがアプデ後の環境はリンちゃんとオクタンとナースが S ランク級の強さらしいな。そうなのね。こんなのどうやって逃げればいいんだよ。負傷する前に板のベタ倒しのチェイスされるのが一番きついわね。なるほどな。まあウルレアのアドオンに板破壊するとフェイスボークのチャージが回復するやつがあるから板ベタ倒ししない方がいい時もあるけどね。そこまでキラーのアドオン覚えられないのぜ。アドオンの種類とかで勝敗を分けることもあるから覚えといて損はないと思うわ。ちなみに結構前サバで遊んでいた時アーティストの初見殺しのウルアドのカラスを払うと少しだけワンパンになるやつをつけてたキラーと当たってボコボコにされかけたわ。ボコボコになされかけた？されかけただけで対策して返り討ちにしてやったわよ。対処法ってどんなことした？ちょっと待って、ダメね、この人を前から追ってると通電してしまうわ。少し見失いかけてるし追いときの潮目ね。ちょうど救助されたし戻ってみるか。そうね、あそこの発電機二人で回してる。でさっきのケイトちゃんがつけたっぽいわね。二人いるけどどっちを？もちろん二人目のミカエラに決まってるでしょ。そもそも板のない方へ行ってるしね。残り2台でサバは3人。こっからミカエラがロングチェイスしてくれたら全然脱出できるチャンスはあるな。まあそんなチェイスさせるわけにはいかないけどね。こっちの方向はさらちだしアイビルあっても足音で追えるから。まあこういうことなんだよね。やっぱり一発切られたら終わりだよな。これで一気にサバは劣勢になったけどこれからどうしましょうね。あ、そういえばチャンネル登録者数40人いきました。チャンネル登録してくれた方本当にありがとうございました。中の人は学生で投稿ペース遅いけどそれは許してくれなので。まあ実際遅いせいで新環境の動画じゃない動画だしね。とりあえずカットしますか。あの後一人処刑したけどこの人やっぱりうまいわね。こっちの方からハッチの音、一人回線切れちゃったし、ほら早くこっちにおいで。意図が伝わってないな。はぁ、やっと意図が伝わったわ。元気でね。次会ったらきちんと処刑するからその時はよろしくね。 GG ウェルプレイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はお済みですか？まだしてない方はぜひお願いします。それでは次回もゆっくりしていってね。